どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。新年明けましておめでとうございますって、前回の動画でも言いましたかね。今年、2回目の動画になるわけですけど、いやーね、本当2024年が始まりまして、まあ、2024年、擬人化したらまあ2024年さんとでもいいですか。いやもう2024年さんね、ちょっといくらなんでも正月から飛ばしすぎでしょうね。えもう令和史に残るような、まあ大地震ですよね。大震災、もう死者のね、亡くなった方も結構出ていて、まだこれからもちょっと増えそうな感じですごい心配なんですけどね。でそれだけ、もうそれだけでもうちょっと祝う気分になれないのに、次の日1月2日は追い打ちをかけるように、あの航空機の衝突事故ですよね。あれによってまた何人かね、亡くなられた方もいて、まあ、それもね、被災地に物資を届けるっていう、海上保安庁の、飛行機がね、ぶつかっちゃった、その民間旅客機とぶつかって、でその影響で、昨日今日と、まあ、ダイヤが大いに乱れていて、昨日帰る予定が、いまだに今日もね、帰る目処が立ってない人もいるみたいで、まあ、大変なことになっちゃってますよね。そして3日、あの山手線で、なんか女性が刃物を振りまして、まあ、こちらは幸いにも亡くなった方は出ていないんですが、それもね、怪我をされた方が4人ぐらいいるということで、一体何が起こったんだということで、まあ正月三が日、毎日1日1回とんでもないことが起きていて、おい大丈夫なのかと、2024年こんなスタートで大丈夫なのかってね、ちょっとね心配になってしまうような、本当に幸先の悪いスタートになってしまいましたということで、はい。まあ、あんまりね、ちょっとこう、祝うっていうか、浮かれているような気分にはもうもはやなれない、新年となってしまいましたけども、まあ、今日はですね、今回はまだあの映画を見てないんでね、今年スタートする映画、まだ明日から見る予定なんですけども、まあ、とりあえずですね、まあ、雑談コーナー、なんか久々に雑談コーナーやろうじゃないかということで、まあ、映画に関することとか、あとコメント欄ですよね。まあ、コメント欄でいろいろ問い合わせといいますか、いろいろこう、リスナーの皆さんが書いていたりしていることに対して、まあ、若干ですけど、お答えしていこうかなっていうのと、まあ、最後はですね、一番最後に、2023年の収益発表といいますか、去年1年で、この YouTube、映画 YouTuber の、このぐらいの規模の映画 YouTuber はどのぐらいの収益を上げることができたのかということで、まあ、皆さん意外とね興味あるんじゃない？ね、まあ、毎年結構やってますけど、たまに気が向いた時にね収益報告してますけども、まあ、映画系 YouTuber だいたい1万9000人ね、そのぐらいの映画系 YouTuber がで、だいたいこのぐらいの時間でやってるっていうね、どのぐらいの収益を上げているのかっていうことを最後に、報告して終わりたいなとは思っています。もう雑談コーナーなので、正直ね、台本ないです。もうアドリブで、今から思いついたことをつらつらと喋っていこうかなということで、よろしくお願いいたします。映画にまつわることもあれば、あんまり映画とは関係ないお話もしますし、まあ、最後は収益ですね。YouTuber、これから YouTuber になろうと思っている人に向けてですね、こんなもんだよっていうことをね、お伝えしたいなと。まあ本当にダラダラと話していきますので、まあ、まだ皆さんあれですかね、今日から仕事、1月4日ですけど、今日まで休み？どうなの？明日からっていう人が多いんですかね？それとももう、暦通りだと今日から仕事ですか？出版社どうなんだろう？ああ、でも編集者は今日からか。大体出版社っていうのはね、暦通りになるので、今日木曜日ですもんね。そうか、まあ今日から働いてる編集、いや、やべえ、メール返信してねえわ。いつ打ち合わせしますかみたいなメール来てるんだけど、やべえ、メールの返信してねえな。うん、それもしなくちゃ。はい。というわけで、今年一発目に見る映画、劇場で鑑賞する予定の映画というか、もうチケットも取ってあるんですけど、明日ですね、1月5日からまた新作映画がいくつか始まるんですけど、明日見るのは宇宙戦艦ヤマト、愛のさらば愛の戦士たち 4K リマスターを見に行きます。はい、あれね、あの宇宙戦艦ヤマトのリマスターって特別上映なんですよ。だからね、割引効かないんですよね。
普通ほらレイトショーとかあるじゃないですか、そういったもの一切行かないんですよ。火曜日とか木曜日安くなるとか、水曜日、東宝シネマズだとか水曜日安くなるとかありますよね。ああいうのが一切行かないんで、もう一律特別料金1900円なんですよ。で唯一ですね安く見られる方法がムビチケです。ムビチケです。ムビチケはね1900円のところ1700円で、買えるのでチケットがね。なんで僕はムビチケを通して、先ほど予約を入れました。はい、というわけで明日はね宇宙戦艦ヤマト、アイロンマン、これ、ね、めちゃくちゃ楽しみにしていたんで、はい、楽しみですね。で、何のお話からいこうかな。あ、そう、エンドロールの話。皆さんエンドロール見ます？エンドロールを七尾さんは見ますかみたいなのをかつてどっかでね、コメント欄で質問して何も答えていなかったと思うんですけど、エンドロールはね見たり見なかったりです。まあそれは皆さんにも言えることだと思うんですけど、ただ僕はねエンドロールを最後まで見るのがマナーだっていう意見には大反対ですね。はい、まあ確かに分かりますけどね、エンドロールまでが一つの作品であるっていう主張も分かりますけども、まあちょっと個人的には意識高すぎだなと思うんですよね。エンドロールは、まあ、どういう時見るかっていうと、まず、情報ですよね。エンドロールはやっぱり情報を知りたい時ですよ。あ、この役者さん誰だったっけとかね、この役者一体誰みたいなとこ名前をチェックする時にエンドロール見るんですけど、まあ、大概ね僕ちょっと英語とか読み取れないんで、洋画だとねほとんど分かんないです。あと日本映画で多いのは、僕が特に興味持つのはロケ地ですね。ここどこで撮ったんだろうとか、どこで撮影したんだろうっていうね、ロケ地をチェックするときにエンドロールを見ますね。だからね意外とね、でもロケ地がすごい気になるので、僕日本映画は比較的最後までエンドロールを見ることが多いです。撮影協力とかつってさ、ロケ地が最後出るじゃないですか。で結構エンドロールの終わりの方になりますからね。普通はキャスト、スタッフで、まあ撮影協力とかなんとか協力とかね、でまあロケ地が出てきますよね。だからまあ撮影協力でロケ地が出てくるので、まあそちらをチェックしたりとか、あとまあ原作小説の映画化だったら、たまにですね出版社の版元、制作委員会ってあるじゃないですか。いろんな なんとか社とかね、制作委員会の中に出版社の名前が、出版社が入ってる時があって、まあ、その時に、もしかして自分の担当編集者の名前がないかなみたいな感じでチェックすることはありますね。時々やっぱり知っている編集者の名前とか見かける時がありますから、まあ、それをチェックしたりとかかな。だけどね基本的によくなんかエンドロールで席を立つのは迷惑だっていうことを言う人結構いるし、エンドロールまで最後まで見るのがマナーだみたいなことを言うけど、まあ、個人的にはちょっとそこはね潔癖すぎるなっていうか、行き過ぎた潔癖マナーと言いますかね、ちょっとマナー原理主義者じゃないけど、映画に関してはやっぱりこう劇場で映画を見るっていうことはですね、一人で見てるわけじゃないんだから、まあ、いろんな事情を抱えた人たちがいるっていうことを、考えてほしいというか、まあだから もしかしたら中には急いでる人もいるわけですよね。例えばもう電車がギリギリだとか、終電に間に合わないとか、この電車逃したら次2時間後とかね、あと用事があるとか、トイレに行きたいとか、まあ、いろんな事情を抱えてる人がいるんで、エンドロールが始まったら席を立ってそのまま帰っちゃうという人もいると思うんだけど、それはねやっぱり映画館のお客さんはそこはね受任してあげるべきなのかなっていう、むしろ受任するべきじゃないかなと思うんですね。それはね確かに没入感そがれる、集中力がそがれちゃうっていうのは分かるんで、出てく人はもちろん出てく人はなるべくそそくさとね、見ている人たちの邪魔にならないようにそそくさと出ていくっていうことは心がける必要はあると思うんですけども、最後まで見るのをマナーだとするのはね、ちょっと横暴というか、まあ、ある種の暴力だと思いますよね。果たしてでもどうなんですかね、この潔癖なマナーっていうものが果たしてこの社会的コンセンサスが得られてるかどうかですよね。まあ、実際のところどうなんですかね、このエンドロールを最後まで見なければならないって、これはもう社会的コンセンサスを得られた厳然たるマナーなんですかね、映画マナーなんですかね。
例えばあの映画のマナー講座的にほらよく映画館で特にシネコンかかるときにタバコを吸わないとか携帯は、オフに携帯の電源はオフにとかね前の席蹴らないとかいろいろやってますよね。でもエンドロールが終わるまで席を立たないっていうのは含まれてないんで映画館的にはエンドロールまでは見なくてもいいよっていうスタンスじゃないですかね。そこまではマナーとしては考えていないというか、まあ、僕はエンドロールは見たい人は見ればいいんじゃない、でも見たくない興味ない人はさっさとね、出ていけばいいと思う。じゃないと例えばトイレ行きたいって人もねなかなか難しい立場になっちゃいますし、まあエンドロールはね、まあ、集中力そがれるとかいう人もいるかもしれませんけど、ここやっぱり公共の場でもあるんでね、いろんな事情を抱えた方がいるのでそれは自認する範疇なのかなと思いますよね。まあ、確かに映画鑑賞中に声を上げたりとか携帯電話つけたりとかね、何度も何度も席離れてうろうろしたりとか、意味もなく館内をね何度も何度も出入りするっていうのはそれはもうマナー違反だと思いますけども、エンドロールはちょっとね許してほしいなと思います。はい、なかなかねやっぱり人によって価値観っていうのは違いますからね。ただね何にしても僕は世の中を悪くしているのは原理主義者だと思うんですよね。マナー原理主義者みたいなやついますからね、例外は認めないっていうね、エンドロールは最後まで見なければならないって、それをしないやつは悪だというね原理主義者みたいなやついますけど、そういうやつらの存在こそがね世の中を生きづらくしているんじゃないかなと思うんですけどね。次はですね、よく皆さんからリスナーの皆さんから時々お叱りをいただくんですけど、七吉お前全くこう作品に対してのリスペクトが足りねえなというかリスペクトしろよみたいな、コメント欄たまにというか時々ですね、まあ結構ですね、いただくんですけど、いや作品にリスペクトって必要なのっていう、まあ、お話をしようかなと思って、まあ僕のね見解ですよ、これはあくまでも本当僕個人の見解なので、皆さんがどう思うかっていうのはまあ皆さん次第だと思うんですけどね。まあ、僕のこのレビュー動画見てるとどうも皆さん僕は作品に映画に作り手にリスペクトしてないって思われるみたいなんですけど、そうですね、まあ、基本的にリスペクトしないわけではないんだけども、しないこと多いですね。なんですよ、リスペクトをするっていうのは他人に強要されたりしろって言われてするものではなくて自発的に自分からするもんだと思うし、まあ、僕ら映画を見てお金を払って映画を見ている立場ですから、まあ皆さんと同じ、ね、消費者じゃないですか。映画が商品だとすれば、まあ、僕たちは消費者ですよね。でも僕はですね正直言って消費者はその創作物に対してリスペクトする必要は必ずしもないんじゃないかなって思うんですよ。まあ、リスペクトしたいときはすればいいし、例えばこの作品は自分にとってものすごいかけがえのない大切な作品になるっていうんであれば、その作り手作品も含めてリスペクトすることはあると思うんですけど、いやどう考えてもダサくでね、もう時間泥棒時間返せ金返せと思うような作品にまでリスペクトはね必要ないと思うんですよ。基本的に何だろう、リスペクトをするっていうね、例えばこう物を作った人に対してその作った人の熱意情熱とか、その制作物創作物に対してリスペクトはね、まあしなきゃいけないのか、まあした方がなんとなく美談ではあると思いますけどね、なんとなく道徳的には正しいしそれは好ましいのかなとは思うんですけど、何から何までリスペクトをするっていうのはそれはちょっと違うのかなって思うんですよ。だから消費者はお金払ってんだから別にリスペクトする必要はないと思いますよ。映画、それはもう映画だけに関わらず、例えば小説もそうでしょうしね、まあ、僕はミステリー作家なので僕も小説に関しては作り手の立場なんですよ。でじゃあ僕がね、読者の皆さんにいや僕の作品なり作家をリスペクトしてくれなんて思ったこともないし、まあ、言ったこともないんですよね。僕の作品をリスペクトしてくれよなんて皆さんに呼びかけることもないし思ったこともないし
いや別にリスペクトを求めてないですよ。だからもうつまらなきゃつまらないでね、まあ、ディスられてもしょうがないと思ってるし、よく 壁に投げつけるとかね、ゴミ箱行きってよく言われますけど、まあそれもね、中身が伴ってない、その人を満足することがさせることができなかったのは、まあ、こちらの責任だし、まあ、それはお金払ってね、読んでいただいてるわけで、それがつまらなかったり面白くなかったりすれば、その人の時間を無駄に奪ったことになっちゃうわけですから、それは壁に投げつけられようがね、ゴミ箱に捨てられようが、それもしょうがない。まあ僕、そんな僕に対してその読者がリスペクトするなんて、これはおかしな話ですから、まあ、僕はその自分の作品、作家という立場において消費者っていうかね、読者の皆さんに、リスペクトを求めることはないし、必要もないし、特別いら、欲しいとも思わないですね。まあそれはしてくれるには越したことはないんですけども、そのぐらい作品のことを好きになってくれるっていうのは嬉しいし、越したことはないんですが、それは結果論であって、まあ、たまたまね、自分の作品がそういう、読者にそういう共感を呼び起こしたんであれば、それはそれで評価していただければ嬉しいと思うんですけど、そうでない人たちに対してまで、共感とかリスペクトとは求めないんですよ。だから、まあ、僕も、作家としてはね、送り手というか作り手になりますけど、映画に関してはもう皆さんと同じ一鑑賞者というか一映画ファンで、まあ、消費者ですよね。一消費者に過ぎないので、やっぱお金を払ってそれに見合った対価っていうかね、満足度が得られなければ、それは文句も言いたくなりますし、金返せともなる、時間返せ、金返せにもなりますしね。じゃあそんな作品、それを作った人間をリスペクトできるかって言ったら、まあリスペクトなんかできないし、する必要もないと思うんですよね。ただね、じゃあリスペクトしなきゃ、リスペクトしなくてもいいのかって言われたら、リスペクトしなきゃいけない人もいると思うんですよ。それはやっぱり、なんだろう、例えばその作品のリブートするとかリメイクするとか続編を作るっていう人たちですよね。まあ作り手ですよ。これらの映画、面白い映画の、まあヒットすれば続編作ったりするじゃないですか。そういう人たち、作り手はそのオリジナルの作品にはもう多大なるね、もう誰にも負けないリスペクトを持たなきゃいけないと思います。それはもう間違いなくね、リスペクトしなきゃいけない人たちでしょう。うん。まあ、時々ね、なんかひどい人いますからね、その作品をリメイクするにあたって、その原作のことをよく知らないとかね、読んだこともないとか、見たこともあんまないとかね、あんまり好きじゃないとかっていう人いますけどね、ああいうのはね、さすがにまずいと思いますね。やっぱりこのオリジナルをちゃんとリスペクトした人に手掛けてほしいと言いますかね。まあそれがまた傑作になるかどうか分かりません。もしかしたらダサくになっちゃうかもしれない。まあそれに対して、じゃあそのリメイクに関してリスペクトできるかって言ったら、まあ僕らはできないんでしょうけど、でもやっぱり作り手はきちんとオリジナル作品にリスペクトを持って、多大なるリスペクトを持ってやっぱり向き合うべきなんじゃないかなと思いますけどね。まあ僕はやっぱり自分が面白い、満足度の低い作品をリスペクトするっていうことはないですね。もう消費者ですから、単なる消費で終わってしまいます。それはもう残念ながら、ああよ、作り手の人に、まあ、つまんなかったけどよく頑張ったねとかねまあそうね、労力は、まあ、労力、すごい労力を感じられてね、情熱を感じられるんであれば、その部分は称えたいとは思いますけど、でもそれも決してリスペクトではないですもんね。頑張ったでしょうをあげるみたいな感じで、しょうがねえなっていう感じで、まあ、頑張ったんだからしょうがねえなっていうとこですかね。でも僕たちはやっぱりお金を払って見てるわけだから、それに見合った対価が得られなければ、それはやっぱりね、怒りも覚えるでしょうし、恨みたくもなりますよね。というわけで、まあ作品に対するリスペクトっていうのも、なんかよくね、やっぱり映画、我々は作った人に対してリスペクトを持たなければならない、ね、向けなければならないっていう人いますよ、結構。そういう人もいますけど、まああれもね、先ほどのエンドロールを最後まで見なければならないと同じ、ちょっとね、潔癖ルールというか、潔癖マナーのような気がしますね。その人独自の、特有の潔癖な、思想といいますかね。それを他人に押し付けるのはやめていただきたいなとは思います。リスペクトするしないは、もう僕はその人の自由だし、まあ、僕もすることもあればしないこともあるし、
しなかったからといって他人に責められるようなもんじゃないかなって、そういうなんだろうね、まあ、それこそも原理主義者ですよね。全ての作品にリスペクトも向けなくてはならないみたいな、そういう原理主義者みたいな人とはね、まあ、あんまり関わりたくもないし、まあ、僕はこういうのはコメント欄で来ると結構茶化しますけどね、おもちゃにしてバカにしますけど、まあなんていうか気づいてほしいなとも思いますよね。そういう原理主義者的なね思想が世の中を生きづらくしているなっていうことを、そういうことになってるんだよっていうことをちょっとでも気づいてもらえるといいなとは思うんですけど、まあ無理でしょうね。潔癖な人って自分が正しいと信じて疑ってないからね。まあでもリスペクトできるような作品は見たいですよね。できたらやっぱりリスペクトできるようにはしたいと思いますよ。そういう作品に出会いたいしとは思いますけどね。なかなか難しい問題ではあるんですよね。皆さんどうですか、リスペクトするべきだと思いますか。はい、まあちょっとねリスペクトに関してはそんなとこですかね。はい、というわけで次は最近のディズニー映画が大こけを繰り返している件についてちょっとねお話ししてみようかなと思います。まあ、あの僕の動画をね、チャンネルをずっと見ておられる皆さん、見ていてくれる皆さんだったらもうご存知だと思うんですけど、まあ、毎週火曜日ぐらいに僕は俺的映画速報という形で、動画で毎週の映画興行収入ランキング、まあ動員数ですけどね、同一ランキングを、皆さんにお伝えしているわけなんですけど、まあとにかくですね、特に全米におけるこのディズニー絡みの映画ですね、ディズニーの映画の爆死ぶりがもはやある種一つのエンタメになっちゃってるというか、で去年1年間、再生数の回った動画っていうのを見るとですね、やっぱりディズニーが大こけしていることをお伝えする動画がやたらと伸びているというか、それはね僕だけではなくて、まあ、映画界隈の YouTuber、 最近結構ねまた映画界隈の YouTuber が出てまして、ちょっと前まではね、まあ、大体皆さん映画レビューを中心とする YouTuber がすごく多かったんですけど、最近はですね映画レビューではなくて映画の興行収入とか業界の話をする YouTuber の方たちが結構盛り上がっていると言いますか、映画レビュー今ちょっと今一つあんまり盛り上がらないんですけど、こういった興行収入とか業界話、裏話とかね、そういうのを扱っている映画系 YouTuber の動画がめちゃくちゃ全体的に伸びている傾向があるなーっていうことで、まあ、最近も僕もね、でもまあでもあれですよね、よくよく考えてみればその走りですよね。僕だって映画興行収入の、動画 YouTube で動画をやってるのって僕が結構黎明期じゃないですか、あの最初の方じゃない、だってもう何年も前からやってますからね映画系、元祖だと思うんですけどだけど元祖の割に全然ね再生数いまいちなんですが、まあというわけでこのディズニーの映画が大こけしているっていうことで、まあ、今年、去年ですね、今年、去年は、2023年は、ウォルト・ディズニー100周年記念ということで、まあ、ディズニー社もめちゃくちゃ力を入れていた1年だったんですよね。特にこのディズニーの映画は、4作品が100周年記念と、打たれまして、リトル・マーメイド、マイ・エレメント、ホーンテッド・マンション、最後に、ウィッチですよね、ウィッシュか、ウィッシュがね、公開されたんですけど、まあ、残念ながら全て失敗に終わっている、まあ、マイエレメントが少し頑張ったとは言ってますけど、多分ねマイエレメントって劇場公開分では黒字には多分載せていないんじゃないかなと思います。まあ、二次収入でねトントンになった、でもさこんな多額の資金を投じてトントンって、これだけのリスクを負ってトントンってこれ大失敗ですからね、普通のビジネスとして考えた場合、1000円2000円出して1000円2000円戻ってくるとはわけ違いますから、100億とか200億とか300億円ってお金を投じて、そんなリスクを負って、100億円が戻ってきたではね、出したお金が戻ってきたではこんなのは全然成功じゃないどころか大大失敗ですからね、赤字なんて持ってるのかですよね。で今年ですね、ウォルト・ディズニーの、まあ、他にもほらウォルト・ディズニーっていうのは、
ディズニーの映画だけじゃなくて、例えばマーベルとか、あそこら辺も、まあ、ディズニーの傘下ですからね、ディズニー傘下の映画の赤字を、全部足すとですね、もう軽く1000億円超える、下手すりゃ2000億円近くいってるんじゃないかっていう話もありましたからね。インディ・ジョーンズも大こけしましたからね、あれ250億円から300億円ぐらいを投じて作られた映画なのに、ほとんど回収できてないですから、それはもう地獄の大赤字なわけですよね。一体なんでそうなっちゃったんですかね。だってほんの数年前、あの実写版じゃなくて、実写版のアラジンとか、あとなんだ、アナ雪ですよね、アナ雪をやってた頃、劇場公開されていた頃はもうディズニーなんて映画部門でも飛ぶ鳥を落とす勢いだったじゃないですか。日本でも100億円突破した、世界興収もとんでもないことになって、まあ、とんでもない黒字ですよね。大儲けをしたディズニー、ウォルト・ディズニー・カンパニーですよ。ほんのそれもアナ雪の2作目なんてほんの3年前とかそんなもんですよ。それが、赤字、2000億円近い赤字を叩き出しているかもしれないということで、普通2000億円したらね、もう日本だったら会社の10個や20個吹き飛ぶようなね、もう大企業でも普通に吹き飛ぶような赤字ですからね、なんでこんなことになっちゃったんですかね。まあね、まあそれはね、理由はもうはっきりしてます。それはもうね、単純につまんないからなんでしょうね。で、このディズニーにとってこの凋落がですね、これマーベルなんかもそうなんですけども、やっぱりね、悪化が良化を駆逐している感もありますよね。まあさすがディズニーが手掛けてるだけあって、マイ・エレメントのように傑作もあるわけですよ。まあヒーローものでもね、マーベルでも中には結構いい作品もあるのにもかかわらず、やっぱり大こけしてしまうわけですよね。それって結局どういうことかっていうと、やっぱ悪化が良化を駆逐しているっていうことは、つまりつまらない作品が結構続いちゃったってことですよ。これがね、非常に致命的で、これ僕ミステリー作家とか、まあ、作家をやってるんでよくわかるんですけど、僕たち作家にとって致命的なのっていうのは、売れない本を続けて出しちゃうことなのね。いや、例えば、3作売れない本、3作売れた本があるとするじゃないですか。ね。売れない、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 売れた、売れた、売れたは、あ、売れた、売れた、売れた。最初3作売れた売れた売れた、でも次の3作は売れない売れない売れない、これダメなんですよ。1作目売れた、2作目売れない、3作目売れた、交互に売れた売れないをね、繰り返していくのは、これは OK なんですよ。同じ3冊ずつ、3冊売れた本出した、3冊売れない本を出したね、同じ6冊の本を出しているのに、売れた売れた売れた、売れない売れない売れないやっちゃうと、その作家は死んでしまいます、消えてしまいます、もう仕事が来なくなってしまうんですよ。でも同じ、6冊売れた本3冊売れない本3冊なのに、売れた売れないを交互にしていくのはこれ OK なんですよ。7冊目8冊目を出すことができるんですね。それと同じで、多分ディズニーもやっぱりね、タイミングが悪かったと思うのね。要はダメな作品が連発しちゃったんでしょうね。売れないダメダメダメの中にマイエレメントがこうみたいな傑作がポンと入っちゃった。でもダメな作品が2つ3つ続いちゃうとですね、もうこれはもう誰もそう思うんですけど、やっぱりいくら大好きなディズニーとかスターウォーズシリーズとかマーベルでも、やっぱ2作つまんないとね、うわこれひでえわ、面白くなかったなっていうのが2作続いちゃうと、3作目はもう見るのやめようかなってなるじゃないですか。多分そうなんじゃないかなと思うんですよね、ディズニー映画。まああとポリコレとかね、ポリコレがうざいとか、まあそういうのも結構ね、不幸にして重なっちゃったっていうのはあるんでしょうけど、まあポリコレもね、若干やっぱり影響あるとは思いますが、ただね、どんなにポリコレがうざくても、もう本当に面白ければやっぱり見られると思うんですよね。本当にその物語がクオリティが高くて面白ければね、そんなのポリコレなんかどうでもよくなっちゃうんですよ。つまりポリコレに対して、そのポリコレの違和感に対して面白さがちゃんと担保できなかったと、そのポリコレのマイナスを本来のストーリーの面白さ
演出がそのポリコレのマイナスを埋め合わせることができなかったどころか、ポリコレに食い潰されてしまって、つまんない上にポリコレで、そんな作品が2つ3つ続いちゃったから、これがせめてつまらない面白い、つまらない面白いの順番だったら、まだね多分ねここまでディズニーは落ち込んでなかったと思うんですけども、これ多分ねつまらないつまらない面白いつまらないつまらないみたいな感じで、打作がやっぱりね連続で重なっちゃったのが、敗因じゃないかなと思うんですよね。だからどの作品をどのタイミングいつ出すか、どの順番で出すかっていうのは結構大事だと思うんですよね。まあただねこれは難しいですよ。実際この作品が売れるかどうかなんて出してみなきゃ分かんないですからね。売れると思ってた作品がこけることもあるし、こけると思ってた作品、これ大丈夫かなと思った作品が意外にヒットしちゃうこともありますから、これはね出してみないと最後の最後まで分かんないのが興行の難しさだと思うんですけども、まあ今回ちょっとねディズニーはねそこら辺ちょっとこう、運がねついてなかったと言いますか、最悪の、配合だったんでしょうね。これは非常にね、なんか我ながら残念だなとはちょっと思ってしまいますけどね。決して僕はねディズニーの映画ね、ダメだとは思わないんですよね。まあマイ・レーメントも良かったし、リトル・マーメイドだって言うほど悪くはないんですよね。でウィッシュだって、まあウィッシュも、まあウィッシュあれかウィッシュあれかとは思いますけどね。まあちょっとねこけ方があまりにも尋常じゃないから、さあこれからねディズニー社どうしていくんですかね。もういっそのことを開き直ってですよ、ほらミッキーマウスの版権がね、蒸気船ミッキーが、パブリックドメインになったでしょ、著作権が切れてね。でそのミッキーを使ったホラー映画とかね、ミッキーを茶化すようなディスるような映画いっぱいできるじゃないですか。そうなるとね、だったらもういっそのことをディズニーがそれやっちゃいいんですよ。ミッキーの正統派ミッキーのねホラー映画とかやっちゃえばいいんですよ。ねえ、なんならもうその著作権切れてないやつでホラー映画やっちゃえばいいじゃないですか。そのぐらいの冒険しましょうよ。ねえ、子供たちにアドベンチャーだの冒険しろよとか言ってるくせに、お前たちの経営が一番冒険してねえんだよっていう。だからこそこんなね、この無難な作品ばっか作ってポリコレにひよって、つまんない打作を連発して、でたまに出てくるこのマイエレメントがこうダメになっちゃうってね、これマイエレメントもしアナ雪とかアラジンの頃に出してたら、これ超絶大ヒットしてたと思いますよ。これ100億円俺超えてたと思いますよ、アナ雪の頃に出していたらね。えだからもうマイエレメントなんてね、まあなんとか犠牲者みたいなもんで、こう駆逐された領下なんですよね。だからまあホーンテッドマンションとかマーベルのあそこの一連の作品のディズニー参加の映画とか、あそこら辺の悪化がこういったね傑作を食ってしまう、食い潰してしまうとかスポイルしてしまう、駆逐してしまうわけですよね。一番最悪のパターンなんですよ。難しいですよね。ここからどうやって立て直していくのかっていうのは難しい。マーベルなんかね、もう本数、映画の本数とかも考えていかなきゃいけない時期に来てるでしょうね。ちょっと出しすぎ感もあるけど、でも出さなきゃ出さないでね、そっぽ向かれていくし、だんだん忘れられていくっていうのもありますからね。クオリティを担保しながらも維持しながらもある程度量産していくっていうのが今までのマーベルだったんだけども、やっぱクオリティがね落ちてしまってるからこそ、マーベル離れが進んでしまった。あとやっぱりねあれがエンドゲームですよね。アベンジャーズエンドゲームがマーベルにとっては亡霊ですよね。あれがあれを超えることができない。だからこそもうあれで、みんなあれを見て満足しちゃったというか、もうあれを超えることができないんであれば見る必要ないよなっていう風になってきますからね。一回エンドゲームみたいなすごいもん見せられちゃうと、せめてね、あれを超えるのは難しいにしても、せめて肉薄してもらわないと、もうこっちもお金払ってんだから、もう同じね2000円とか1900円とかでエンドゲーム見て、同じ、もうちょっと値段上がって今2000円になってますからね。エンドゲームの頃は1900円だったのに、今2000円でマーベルズなんか見せられたら、それは怒りますよ。ねえ。あ、もうワコンかななんて、ついもういいかなってなっちゃいますもんね。
だからああいうエンドゲームみたいな作品をいつ出すかっていうのもね、ああいう突出しすぎちゃうとかえってその作品シリーズを殺してしまうことになるっていう、まあ、一つのね例だと思うんですよね。これ難しいですよね。とんでもない傑出したね、飛び抜けた傑作を一本ポンって出しちゃうことによってその人そのシリーズが潰れてしまう。作家もそうですよね。まあ傑作をバーンって出すことによってそこから先苦労するっていう作家いっぱいいますもんね。ジョゼッペ・トレトナール監督なんてね、一作目にあのニューシネマ・パラダイスを出して、まあ、注目されたけども、僕はあの時あれを見た時ですね、あこの監督さんは一生このニューシネマ・パラダイスっていう亡霊に悩まされるんだろうなと思って。でも多分そうなってると思うんだよね。まあまあ巨匠ですけどね、今となってはジョゼッペ・トレトナール監督も、まあ、巨匠扱いなんだけども、まあ、本人はやっぱり一作目を超えるっていうのが一つの人生の命題になってるんじゃないですかね。難しいですよね、まあ、唯一無二ですけどね。というわけでまあちょっとディズニーね、まあ僕はそんなに言うほどディズニーファンでも何でもないんで、まあ別に言っちゃいいんだけど、まあでもやっぱり映画業界を盛り上げていかなきゃいけないあの会社ですから、彼らがダメになっちゃうともう映画全体がね、底冷えしてしまう感じもするので、もうだって今もうあれでしょ、今映画業界アメリカのっていうか映画業界なんてディズニーかあともう一つ何ユニバーサルじゃなくて、あとなんか今度買収するっつってましたね、どこだったっけ、ユニバーサルだか、あれだ、ワーナーブラザーズか、ワーナーか、ワーナーがどっか買収しますよね。それによってもうアメリカハリウッドはもうディズニーかワーナーかみたいなね、この2強ですもんね。ソニーグループもあんのか。だけどまあ規模から言ったらね、それですから、ディズニーが消えちゃったらもうダメだったらもう底冷えしちゃいますからね。まあ、そうなるともうネットフリックスだの、アマプラだの、ね、ディズニープラスだの、まあディズニープラスあれだけど、フールだの、あっちの方になって、まあ映画館自体がね、映画産業自体が底冷えしてしまうから、まあ映画ファンとしてはちょっと有意識自体というかね、やっぱりディズニーには頑張ってもらわないと盛り上がりませんから、業界全体がね。まあ、なんとかね、まあ社長、CEO も変わったのかな、ディズニー。ちょっと立て直してほしいですよね。なんかね、まあ、その分今なんか日本映画頑張ってるなっていう感じが、アメリカがこうちょっと凋落してきた映画がね、ちょっと凋落してきた中で、逆になんだろう、日本って全体的にこう冷え込んでるし、なんかこう経済が右肩下がりでちょっとダメになっている、もう日本ってそろそろダメだよね、オワコンだよねっていうかね、20年後にはもう後進国になってるかもねって言われてる割に、なんか日本の映画はちょっと最近機嫌を吐き始めてませんかね。あのネットフリックスのね、悠々白書なんか見ても、今の国のアリスとか、あと最近だとゴジラマイナスワン、君たちはどう生きるかが、あそこら辺がねアメリカの興行収入ベスト10に入って賑わしてましたけども、なんかちょっとね日本が息を吹き返してるなっていう感じがちょっと映画から伺えると言いますか、まあもう本当にそうなってほしいですけどね。なんかちょっと最近日本ね、やられっぱなし感ありますからね、特に産業面によってね、 IT 産業とか、まあ、むしろ本来ねスマートフォンとか、日本のお家芸であるべき、ね、デジタルですから工業製品でしょ、日本のお家芸であるべき、まあ、スマートフォンが iPhone だのね Google なのに押されて、もうもはや日本のね、日本企業のスマートフォンなんてもうほぼ見る影がないじゃないですかね。まあ、本来であればね iPhone、 日本のメーカーがのスマートフォンが今の iPhone みたいになってなきゃダメ、おかしいんですけどね。まあそんな感じで今大体こう日本がこう落ち込んでる中で、でもなんかこうそうかと思えばアメリカね、ゴジラマイナスワンとかね、まあ、あとスポーツに目を向ければね、大谷選手とかもいるから、なんかところどころ機嫌を吐いてますよね。どうなんですかね。まあでもね、これから日本を救うのはほんの一握りの天才だと思いますよ。
天災が日本を救うんじゃないかな。逆を言うと天災が頑張ってくれないともうどうにもならなくなるっていうかね。あの日本の教育でまあゆとり教育とかいろいろ批判されてましたけど、あれって案外実はそんなに間違ったもんじゃなくて、まあ、確かに大多数の人間にとってはゆとり教育っていうのはどうにもならない教育なのかもしれないけど、一握りの天才はこうを育てるには実はすごく良かったのかもしれないね。だから最近いろんなジャンルにおいて今までいなかったような天才が結構日本人出てるじゃないですか、若い子たちでね。まあ、野球のスポーツなんかでもそうですし、ゆずるくんなんかもそうでしょうしね、映画なんかでもそういう人もいますからね。なんか突出したというか本当に傑出した天才的な人間が出ているのはやっぱりこうゆとり教育以降日本の教育が変わったからなのかななんてちょっと思ってたりするんだけど、どうですかね皆さん。はい、というわけで長話ディズニー、次はですね 4K リマスター商法について。最近すごく増えてますよね 4K リマスターとか、まあリバイバルも含めね、過去の作品をもう一回こうちょっと映像とかに 手を入れてあのノイズ除去したりして、劇場公開するっていうのをよくやってますよね。まあ明日、先ほど言ったように僕も明日ですね、1月5日あの宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たち、さらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちね、 4K リマスター見に行く予定なんですけど、やっぱりいいですよね。なんかね、最近は本当ね、新作映画見るよりもなんかそういう過去の名作傑作で見てないやつを見た方が間違いないなっていう、やっぱり一度は評価されている作品なんでね、これは傑作ですよ。でも中には結構見てないやつってのもあるじゃないですか。例えば明日公開される、こちらも、リマスターになるのかな、あのクエンティン・タランティーノ監督のレザボア・ドックスの、あれも 4K リマスターになるのかな、明日から始まるんですよね。で、僕お恥ずかしながらレザボア・ドックスって今まで見たことがないので、でもね、結構タイトル知ってるぐらいだから有名作なんでしょうね。まあタランティーノも個人的には結構当たり外れがあるんですけども、まあわざわざリマスターとして蘇るぐらいですから傑作なんでしょうよ、ね、だから僕はねこの 4K リマスターって結構チェックしてるんですよ。で、ちょっと前に先日 4K リマスターしてほしい動画っていうのをね、出したんですけども、こちらが悲しいことに、全然見てもらえないというか再生されなかったんですけど、なんかねやっぱり 4K リマスターいいなって、最近は僕は結構よくチェックするようになって、ただやっぱりね、どんな映画を持ってくるかってことですよね。まあ、この後ちょっと、ツタヤに関するお話になってくるわけですけども、まあそうだね、ツタヤと絡めてお話しした方がいいな。ご存知の方も多いと思うんですけど、渋谷のツタヤですよね。旧フロントってビルに入ってる、渋谷の、スクランブル交差点を渋谷駅から渡って、ね、目の前にあるあのスタバが入っているあのビルですよ。あそこはね、あのツタヤが入っていて、で CD とか DVD とかをねめちゃくちゃたくさん保有していて、で結構もう今では見られないようなレアな DVD も結構置いてあってね、とても重宝していたんですけど、まだ本当はね見たい映画いっぱいあって、なんかねいつでも見られるからと思うとなかなか行かなくなっちゃうんですけど、なんか気がもうなんか知らないうちに、ね、渋谷のツタヤがレンタルを終了しちゃってたんですよ。いやー聞いてねえよっていうことで、まだ見たかった映画ね、もうなかなか見るの難しい、映画がね結局まあもう見られなくなってしまうというか、まあ、特にあの DVD ってある特定の作品ってもう例えば絶版されていたりして、プレミアがついて、まあ、例えばメルカリを通して、まあ、手に入れようとすると、まあ、本来3000円4000円の DVD がね
もっと3万4万するんですよね。あの 4K リマスターしてほしい作品なんかも紹介してるんですけども、あの結構あとね、やっぱ配信もされてなかったりするんで、見たいと思ってもなかなか見られない作品っていうのは結構多いんですよ。まあ、今配信されてる映画と、まあ、渋谷ツタヤ以外のね、まあ、地方にあるようなまだ生き残ってる DVD レンタルみたいなところにある作品って、実はそんな言うほどレパートリー広くなくて結構な数ですね。まあ、特にコアな映画ファンとか、まあ、僕みたいなコアな映画ファンとかある程度映画好きの人からすると、そのラインナップはとても物足りないわけですよね。明らかにこのツタヤがなくなったことによってですね、まあ、ある種こう見られない映画、僕たち一般層が見られない映画っていうのがめちゃくちゃ増えちゃったわけですよね。まあ、最悪渋谷に行けば見られる映画ってもあったわけですよ。渋谷のツタヤに行けばね、まあ、地方住んでる方でも、まあ、渋谷まで足を運んでツタヤまで行ってそれを借りて家で見て、あとは郵送か何かでね返却することできましたからね。まあ、あとあれかどうなんだろう、渋谷ディスカスっていうのありますよね、宅配サービス。あれはどうだろう、ラインナップどうなってんだろう。また後でちょっと調べてみますけども、いわゆる渋谷ツタヤに置いてあったようなコアなレアなね、ウルトラレアな DVD とか、あれ扱うってくれるのかな。ほんといくつかね、まだ見たかったのに見れてない映画たくさんあるんで、まあ渋谷ディスカスで扱ってくれるんであればね、あのやってほしいなと思うんですけど、あ、そういえばね、渋谷ディスカ、あのツタヤディスカスか、あの宅配ね、あの案件来てたんですけどね広告案件来てたんですけど、受けりゃよかったな今思えば。また声かけてください、返事してないんだけど。なんかツタヤがなくなっちゃったことでディスカスがね、もう頼みの綱になっちゃうのかななんて思ったりするんですけどね。で、映画配信もね、意外とこうラインナップされてないんだよね。こんな映画がラインナップされてないのっていうの結構ありますからね。あとその版権を持ってる会社が意図的に出し惜しみしてるみたいなね、配信させないみたいな。例えばあの伊丹十三の一連の作品とかはね、配信されてないじゃないですか。マルサの女とかあれ見たいんですけどね、あそこら辺も配信されてないわけですよね。ああいう作品こそね 4K リマスターしてほしいんだけど、まあ版権持ってる側がそれをさせないんでしょうね。なんだろうね、こう映画っていう文化を一人占め、一個人とか一企業がね営利目的で独り占めしないでほしいですよね。だって文化ですからね、多くの人たちに本来こう安価で見てもらわない、見れるようにしなければいけないと思うんだけど、それは文化を担うものの義務だと思うんですけど、こうやってこう独り占めしてしまうっていうのはね、ちょっと納得いかないですよね。なんとかしてほしい、そこら辺は。まあそうなんですよね。いやだけどさ、いやこうツタヤが、この渋谷のツタヤみたいなこういうウルトラレアな作品群を置いてあるところがもう完全なくなっちゃうと、まあ、あとは配信ってことになっちゃうじゃないですか。あと地方にも一応ね、あのしょぼい DVD のレンタル屋あるけど、結局そこに置いてある作品って配信に毛が生えた程度なんですよね。結構かぶっちゃってるから、配信されてるやつと DV、 あのレンタル屋がね。だからこそレンタル屋っていうのはどんどんなくなっていくわけでしょ。配信で見られるものをわざわざレンタルなんか行かないよっていうことで、どんどん潰れていきますもんね、なくなっていくわけで。そうなるとね、ある種コンテンツの、もうコンテンツがこう見られる映画のコンテンツがすごく限られてしまうみたいになってくると、こう映画ファンにとってね、なんだろう、均質化現象といいますか、だからみんな似たような映画、みんな似たような映画ばっかり見ているみたいなね。もうコアなレアな映画が見れない環境になっちゃったから、まあみんななんかこう配信とかね、そんな形でコアな映画、それので配信されてるような映画しか見てないから、だからまあ
たくさん見る人たちってもうそんなに見てる映画のレパートリー変わらなくなっちゃうんですよ。結局そのなんて言うんだろう、ほらその町にですね商店街とかいっぱいある独自のお肉屋さんとかね、その町ならでのお肉屋さん、八百屋さんさん、果物屋とか本屋さんっていうのがある商店街のある町にね、イオンみたいのがバンバンバンってできちゃうと、その商店街って一掃されちゃうんですよ。でその町に住んでる人っていうのはイオンに売ってるものしか手に入らないから、みんな似たようなものを食べてるし、みんな似たような服装格好してますよね。うん、みんな似たようなライフスタイルってことになっちゃうんですよ。みんなユニクロを着てスタバ行ってね、スタバのコーヒー飲んで、で似たような本屋さんで、もうラインナップも同じだから同じ本な本を読んで、シネコンができましたと、ね、どこでやってる映画もみんな同じだから、ミニシアターもないし、まあビッグバジェットの大作映画をみんな見る、同じような映画を見るみたいなのと同じで、結局渋谷の蔦屋が潰れちゃったのって結局は配信なんですよね。配信産業によって、まあ、消えちゃったわけなんだけども、まあ、ある種渋谷の蔦屋っていうのは商店街だったわけですよね。独自の商店街だったけども、 Netflix とか Amazon プライムの出現登場によって、その商店街が一掃されてしまって潰されてしまって、残ったものはそれ結局 Amazon プライムとか Netflix にかかっているような映画しか残らないってことになっちゃう。じゃあそれを打破する最後の手段って言ったら、まあやっぱりそれはね、リマスターリバイバルになってくるわけですよね。配信とかでかからない、あとはまあ渋谷の蔦屋でもウルトラレアだった、そこでしか置いてないようなコアな映画を 4K リマスターアナリスして、劇場公開していくっていうね、そういう姿勢ですよね。それしかないわけですよ。できたら 4K リマスターもですね、なるべく全国公開できるように持ってってほしいと思うんですよね。結局ねやっぱりね 4K リマスター版の多くは東京とか大都市圏でしかやらないっていう現実もあるんですよね。地方にいるとそういったリバイバルもなかなか見られないっていうのがね、ちょっと辛いとこではあるから、なんかね渋谷の蔦屋が消えたっていうのがちょっと映画さん、なんだろう、ちょっとね映画文化の衰退といいますか、ちょっと映画文化のね、もう見られる映画が圧倒的に減っちゃったわけだから、僕たちがね、映画ファンが、それはまあ文化の衰退に他ならない、縮小に、衰退じゃないな、縮小ですよね、縮小に他ならない。でそれをなんとか担保するとかフォローしていけるのは、まあ 4K リマスターなりのもうリバイバルなんじゃないかなと思うんですよ。実際コアな映画、ウルトラレアな映画でも面白い作品っていっぱいあるんですよね。ホラー映画なんか特にね、結構みんなの知らない怖い映画ってあるんですよ。だから埋もれちゃってるんですよね。ほとんどの人は知られてないんだけど、埋もれちゃってる。そういった作品をもう一回こう掘り起こして積極的にかけていけば、結構ビジネス的にもどんどん難しいのかね、儲かんないもんなのかな。まあ僕はね、業界の人間じゃないんで全然わかんないんだけども、こういった 4K リマ、過去の作品を買い付けてくるなりして版権を取ってリマスターするって、そこまでお金かかるんですかね。新作映画1本かかるよりお金かかるのかな、どうなんですかね。まあね、前も動画でね 4K リマスターしてほしい作品紹介しましたけど、まだまだねいっぱいあるんですよ、僕の知る限り。なかなかね簡単には見られない映画の中で傑作っていうのはいっぱいあって、そこにねビジネスチャンスは眠ってると思うんですけどね。今後はね、まあ大手映画会社は、まあ、おそらく新作を作っていくっていうことが本分ですから、そういうことはしていかないのかもしれないけども、まあ中小の配給会社とかどんどん積極的にやってほしいし、あと映画館ですよね。映画館もそういう過去のリマスターとかそういう名作をかけられるスクリーンをね、やっぱ一定数用意してほしいなっていうのありますよね。まあビジネス的に難しいっていうのはよくわかるし、やっぱり東宝とかね、松竹とか、ああいった大手映画産業がね、映画会社が牛耳っちゃってるから、なかなか難しいのはわかるんですけども、このままだとちょっとね、映画産業縮小の
イットかなっていうね、うーん、思いますね。やっぱりリバイバルをかけることによって、それをリバイバル、過去の名作をこうかけることによって、リアルタイムにね公開することによって、作り手にとってもね、それ過去の遺産ではないですからね、もう厳然たるライバルになりますからね、そういった作品が。クエンティン・タランティーノのね、今回の最新作とか、宇宙戦艦ヤマトの過去の作品の傑作がバーンって出されると、同時期に、新作として出す人たちからすれば、これもライバルじゃないですか、ね、スクリーンを奪い合ってるわけですからね。一人当たり映画見る本数は決まる中で、ヤマトを見るか、それとも最新作の、例えばスパイファミリーを見るかって悩むじゃないですか。ね、お金、若者お金ないから、まあ、どっちか映画館で見て、まあ、片方は、まあ、配信されたら安く見ようみたいな風になるじゃないですか。だからこそ、例えばヤマトみたいなのがボーンと出てくると、同時期に、公開される、まあ、アニメなり実写もそうですけど、まあ、ライバルになるわけでね。それは何だろう、作り手によっても底上げ、スキルの底上げにつながっていくんじゃない、意識の底上げにね、つながっていくんじゃないかななんてね、思ったり思わなかったりと、まあね、人のことだからね、簡単に言いますけどね、もうちょっとなんだろう、4K リマスターとかいうリバイバル、なるべくね、やるならそのウルトラレアですよね、コアでウルトラレアで、な、発掘的な作品を見せてほしいなっていうね。要するに東京によくやる、いわゆる名画座っていうのは、比較的見ようと思えば別にそこで見なくても、例えば配信されていたりとか、簡単に DVD が入手できるみたいな作品を流しちゃってるからあれなんですけど、やっぱそこはね、まあ名画座がやってもいいと思うんですよ、そういう発掘的なやつはね。まあでも難しいか、お金かかりますからね、 4K リマスターしたりは。また発掘するっていうことは、版権を買い取ったりとか、権利をね、買い取ってこないといけないから、取得しないといけないから、放映権みたいなのをね、そうか、なかなか難しいのか、名画座でできることではないのか、でもチャレンジとしてほしいですよね。新作作るよりはお金かかんないと思うんだけどね、どうなんですかね。はい、とまあね、ちょっとここも結構長話しちゃったな。はい、これ最後の話題にしようかな。まあ最後の最後に、去年の、まあ、収益のお話をして締めくくりますけども、まあ話題としてはね、ちょっとこれネタと最後のネタにしようかな。この今回の、まあちょっと映画と話がね離れてしまうんで、まあ、興味のない方はね、まあもうこのまま飛ばしていただいて、もう見るのやめていただいていいんですけど、まあ収益が気になる方はね、最後の方に収益載せてますので、そちらだけチェックしてくれりゃいいんですが、まあ今ねすごい話題になってるといえば、やっぱりこの松本人志さんの性加害疑惑ですかね。これめちゃくちゃ話題になってて、去年あたりから、去年の終わりぐらいからもうこの話題で YouTube 持ちきりですもんね。まあネットでは、界隈では持ちきり、テレビではね、なんか今一つあんまり報道されてない感はありますけどね。まあでもあれですよね、テレビもまああざといというか、まあジャニーズの件で忖度って言われてたから、一応なんだろう、アリバイ作り程度には一応コメントはしてましたりね、してますもんね、ミヤネ屋とかでもね、一応取り上げてはいるけど、でもそんなに深く取り上げないし、追及もしていかないっていうね、ちょっと静観してる感ありますよね。だからといって全くスルーは視聴者からクレームが来るから、また忖度してるのかって言われちゃうから、まあ一応触れることによってアリバイ作りはしているっていうところがね、あざといですよね。これ松本人志さんじゃなくて、もっと力の弱い芸人とかだったら、まあ、徹底的にやるくせにね、徹底的に追求していくくせに、まあ松本人志ぐらいになるとね、番組に影響が出たりしますからね。特に年末年始の番組、松本人志がもう松本人志ありきで構成されている番組も多いから、これなボツになっちゃうと一番困るのテレビ局だからね。だからテレビ局としては一応なんだろう、触れては見るけども、置くけども、
深追いはしないっていうね。まあ、週刊文春も、まあ、年末年始はお休みですからね、まず第一報が来て、次第二報が来るのが年明けっていうことで、まあ、2週間ぐらい空くわけですよね。で、まあ、正直ね、このね、松本人志の性加害問題は、まあ、正直どっちかっていうのはね、まあ、分かんないんで、まあ、これはもうね、真実は真実をマスコミなりが追求していくしかないとは思うんですけど、だから松本人志が悪いのかどうかっていうこと以上に、僕がこの件でいつも思うんですけど、文春絡みって結局この件で多くの人たち、まあ少なからずの人たちが傷ついてるじゃないですか。例えば告発した女性ですよね、あの嘘つきだの金儲けだの言われて、まあ匿名で名前は出してないんでしょうけども、まあでも世間の反応はね、ネットを通じてその告発された女性も見ることができるんでね、まあ彼女がもし本当に言ってることが正しければ、彼女が本当に被害者であれば、彼女はとても今すごく傷ついてますよね。ある種なんだろう、セカンドレイプ、自分がひどい目にあって、こうレイプ、もう性被害を受けているのに、周囲の人たちがそこにまたこう、そこをまた攻めてくるみたいなね、あのお前が本当は同意だっただろうとかね。で、まあ松本人志側から嘘つき呼ばわりされるだとか、お金目的だろうとか、人格否定の彼女を、人格告発者を人格否定するような書き込みやコメントで今ネット溢れてるんですよね。これってなんでって、そうですよね、証拠がないから分かんないから、みんな猜疑心持ってるわけですよ。猜疑心をね、持ってるわけね。だから松本人志さんに対してもそうなんですよね。でもし松本人志さんが、これは本当事実無根の白で、その女性側がまるっきり嘘をついていたら、彼は彼でやっぱり総攻撃を食らってるからね、今めちゃくちゃ傷ついてますよね。それもこう、少なくとも次の文春が出てくる、第2弾が出てくるまでは、あの2人とも傷つくわけです。すごく辛い思いするわけですよね。なんでこうなったかって、もうこんなんもう明白じゃないですか。週刊文春がネタを小出しにしてるからですよね。一番最初一発目に松本人志のぐーも寝ないような証拠を突きつけていれば、もうこれ真実、もうこれ誰がどう見ても客観的に真実だよねってことが、分かっていれば、それを国民に知らしめていればですね、その女性は誰ももう、誰も攻撃できないですもんね。だって真実なんだから、真実なんだから。まあ、あと攻撃するとしたら、もうこじつけてくる人いるかもしれないけども、まあ、多くの人たちはもう真実だから、いや松本人志ひでえよなと、まあ、その女性はあの勇気を出してよく告発してくれたっていう風になって評価されると思うし、その女性も言われのないセカンドレイプを受ける必要はなかったわけですよね。最初から証拠をね、文春がも提示してくれれば。でも文春っていうのはいつもそうなんだけど、広瀬の時もそうだったし、なんかこう第2弾第3弾ってね、小出しにしてくるんですよね。第1弾出して、で相手の反応、相手が反応するわけですよね。文春の言うことはデタラメだって、でそれを潰すかのような第2弾で第3弾ってね、どんどん外堀を埋めていくっていうね。なんでそんなことするんだって話ですよね。まあそれはそうですよね。そうすることで週刊誌儲かりますからね。1回目に全て出しちゃったら、それ以後続きませんからね。続報なんてないじゃん。あとはもう消化試合になっちゃうじゃないですか。だから第1弾第2弾第3弾で小出しにすることによって、その号も売れる、第2号の雑誌も売れるし、第3号も売れるってことで、それはね、週刊文春儲かりますよね。あの利益上がりますよ。まあビジネスとしては正しいんでしょうけどね、それはね。でもそうすることによって、なんだろう、傷つく人いっぱい出てますよね。それもかなり筆舌に尽くしがたい苦しみですよ。まあ、どっちがね、どっち本当なのか分かんないですよ。この女性は嘘ついてるかもしれない。松本人志がね、嘘ついて、あの本当にかもしれない。黒なのかもしれない。これはどっちかはそれは分かんない。まあ、なんとなく個人的な心象は、あの松本さんとかね、その
スピードワゴンの小沢さんの反応を見る限り、ちょっとグレー、もう黒いなと、真っ黒だなって、まあ、あの告発した女性に分があるのかなっていう、告発した女性の発言が、あの告発が、まあ、真実に近いんじゃないかなとは思いますけども、うん、それもまあ蓋開けてみなきゃね、分かんないですから、うん、だけど最初から文春がね、全ての偶も根もでないような証拠を突きつけていれば、その女性は守られたというか、苦しむ必要なかったですよね。もうあとはもうね、刑事裁判、刑事になるなり、刑事事件にするなり、民事訴訟を起こすなり、あとはもうお二人の問題ですからね。あと警察とか、ね、そこら辺の問題であって、名誉毀損ね、嘘ついてたら名誉毀損になるでしょうし、うん、本当に性加害があったんであれば、これはもう刑事事件にもなり得ますからね。警察も動くかもしれない。でもそれはもうそこから先はね、あの司法とか、あの本人たちと司法のもん、ね、仕事になってくるんで、うん、なんていうかこう、いたずらにね、彼らは今苦しんでいるけど、何のために、なんでそんなに苦しんでいるかっつったら、週刊文春が儲かるためですよね、儲けるためですよね。で、今回の件で、まあ、一番得するのって、週刊文春ってことになりますからね、告発した女性は、ね、まあ、それなりに、まあ、もし黒で、本当に言ってることが正しければ、主張が正しければね、まあ、相手に仕報いるというか、この悪い習慣、芸能界のね、習慣を変えることができる、風習を変えることができるっていうのはあるけども、ただいたずらにね、苦しまなくてもいい苦しみを今受けてますよね。まあ、二次レイプ、スカンドレイプっていうんですか、もし彼女の言ってることが、もう 100% 本当だったら、真実だったら、今彼女は孫を亡きセカンドレイプを受けている真っ最中、次の文春が出てくるまで続く。でもその次の文春だってどこまでの証拠を出すか分かんないですもんね。まだ怪しいなって、告発女性の言ってることが本当なのかどうか怪しいなっていうような程度の小出しであれば、その女性の苦しみはまたまだ続きますからね。次の第3弾まで続きますから。で、次の第3弾第4弾あたりで、いやもう言ってることはもうこれは間違いないってなったら、まあ批判していたね、セカンドレイプしていた人たちも、まあそれは申し訳なかったなり、手のひら返すでしょうけどね。でもまあ、あの女性のことを疑うのも分かると思うんですよ、うん、それだって過去にいくらでもね、男性を陥れる女性っていうのは存在してるわけで、そうやってハニートラップなりそういう被害者だって多数出てるのも事実ですから、まあ、その告発してる女性を疑うっていうのはこれしょうがないですよね。これはまあ普通にあると思いますよ。疑う方も出てくるのも無理はないなっていう、うん、だけどまあ最初から証拠出してくれればね、疑う必要もなかったわけで、週刊文春ね、儲けるためにその証拠を出してないわけでしょう、ね、多分自信がある、ここまでやるって、松本人志みたいなね、大物を相手にここまでやるっていうことは、その取材に自信があるってことですから、まあ、確固たる証拠をつかんでるからこそだと思うんですよね。だから掲載に踏み切ったと思うんですよ。まあ、これあやふやな情報だったらやらないと思うんですよ。松本人志、これね、加害性加害がもし嘘っぱちで作り話のでっち上げだったらね、今回の報道によって松本人志だけじゃないですからね、ダメージ受けるのは、テレビ局とかスポンサーとかファンとかもそっちの方にまで全て波及して、多分お金に換算したらとんでもない経済被害につながりますからね。もう何十億とっていう、やっぱ広告ですからね、番組が飛ぶなんつったら、それこそ何十ね、10億20億っていう被害になりますから、それがいくつも出ちゃえばそれこそ100億円とかね、被害になってくる。だから文春としてもね、そんなのやるわけないんだから、まあ確固たる確信のある真実を握ってるからこそそこまでできてるのは多分間違いないと思うんで、つまりそれを今ね、出し惜しみしていてこうなっちゃってるわけですよね。で、その本人たちが苦しむ、その告発者女性がかもしれないし、苦しんでいるのはね、松本人志さんかもしれない。それはどちらが苦しんでるかというのは現時点ではわからないけども、少なくともどっちかは絶対にめちゃくちゃ苦しんでるわけですよね、うん、で、それに匹敵するぐらい
文春がタチ悪いなと思うのは、今回のこのやり方でタチが悪いなっていうのは、もう全国民をね、日本国民を分断しているわけですよね。だって見てくださいよ、要するに松本さんを信じる人、文春を信じる擁護、松本さんを非難する人、擁護する人で喧嘩してるじゃないですかね。えあとこの性加害というものに対する見解の違いですよね。もしこの女性が丸っきり嘘をついていたっていうことを言うと、いやいやそういうこと言うんじゃないよと、性加害なん、性加害にもっと寄り添うっていうのは彼女のことを信じてあげなきゃいけないんだみたいなことを言う人もいるし、いやいやいやそれによって被害を被ったらその男性はもう人生ね、もう社会的に抹殺されちゃうじゃないかみたいなことで大喧嘩してるね、あとは女性を低く見てんじゃないかとか、女性を侮蔑してんじゃないかみたいな話にも今なってるわけですよね。そうやってまあいろいろこう分断された人たちが争って今ね大喧嘩してたりするわけですよね。まあただネット上とかで、ね、知らない者同士がやるならまだしもですよ、まあ、例えばこれが夫婦間とか恋人間とかね、友達の間ね、その見解の相違によって、価値観とか見解の相違によって喧嘩になって、でそこから別れていくっていうカップルが出てるかもしれないですよ。あなたってそういう考え方だったのって、女性をそんな風に見ていたのみたいなね、そんな感じでこう別れちゃうカップル、夫婦ね、決裂してしまう友人たち、職場の人たちね、こんな報道しなければね、そんな分断も生まないです、ね、生まれずに済んだのに、文春がこういう小出し報道をすることによって人々に議論の余地を与えね、しなくてもいい議論ですよ、もう最初から証拠があって決まっ真実ははっきりしているのに、それをはっきりさせないから議論の余地を与えて、それによって争いが起こり、分断が起こって争いが起きてね、決裂してしまって、中にも傷つく人もいるしね、損害被る人もいるし、そういうことを今社会にね引き起こしてるっていう自覚が果たしてあるのか。でこの中でそういうことが起きてですね、そういうネガティブなことが日本国内で起きて、じゃあ誰が得したのって話ですよね。もう得するのは文春だけじゃないですか、誰も得しないですよね。おかや文春はそれによって本が売れるわけ、雑誌が売れるわけだから、すげえ得したってことになりますよね。だからまあ松本人志がうんぬんとかね、黒がどうだとか、性加害はうんぬん言う前に、この週刊文春のやり方、こういうネタを小出しにしてきて、真実をね、もうはっきりしている真実を小出しにしてきて、いろんな人たちをね混乱させる、こういう取材っていうか掲載手法っていうかビジネスモデルですよね。そこにメスを入れるべきなんじゃないかなと思うんですけどね。確かにこの告発者の言ってることが本当だったら、これはね松本人志悪いですよ、それはもうすごく悪いと思う、邪悪だと思いますよ。それに加担した小沢ですかね、小沢さんという方も、まあそれはもうね、もう追放者だと思いますけども、それと同じぐらい文春も罪が深いんじゃないかなと思うんですよね。これ仮に文春の罪の深さっていうのは僕の中では確定的で、どちらかがねですね、どちらかですもん、どちらかが良くても悪くても真実でも、このやり方はどうかなと思うんですよね。やっぱり出すならね、こういうなんだろう、社会正義に関することだから、証拠はねもう一気に出して短時間で勝負をつけるべきだと思う。そうしないと苦しむ人が増える一方で、その苦しんでいる人たちの苦しむ時間も長引く一方だと思うんですよね。でもあんまり案外それなんだろう、言わないというか、あんまりこうそれをそのことについて言ってるのあんまり聞いたことがないというか、えげつないなとは言います。みんなこう文春は第2第3のね、第2第3弾握っているからえげつないよねとは言うけども、まあ確かにえげつないけど、まあでもね、エンタメとしては面白いんですけどね。じわじわと外堀を埋められていって、どうにもなくなっていく有名人がね、もうどうにも身動きが取れなくなっていく様を見ているのって、まあ確かにね、そりゃ下世話というか、まあ楽しいのかもしれないですけど、いたずらにやっぱりね
苦しむ人を増やしたり、その時間を長くするっていうのはね、まあ、ある種性加害レベルの犯罪なんじゃないかななんてちょっと思いますけど、皆さんはどうお考えでしょうか。はい、というわけでね、これが最後のネタなお話になりますけども、七尾市 YouTuber 七尾市のこの YouTube だけの収益ですね、まあ、僕案件もほとんどやってないんで、収入のほとんど全てはもう全て広告収入ってことになります。去年はね、1個ぐらい確か5万円ぐらいの案件は受けてはいるんですけども、今年は案件らしい案件ね、全てスルーしちゃったんで、もっと受けときゃよかったなとは思うんですけども、広告収入はこんな感じでね、一応比較の意味で去年と今年のやつですね、去年というか2023年と、まあ、去年は2023年なんですけど、まあ、その1年前のね、まあ、データざっと載せておきます。でね、収益に関してはまだね、銀行口座に振り込まれてない収益をね、1円単位まで正確に、公表するのは規約に反しているらしいんで、まあ、ざっくりです。かなりざっくり、ざっくりしてもほぼこれなんですけど、まあ、ざっくりとね、今年の収益書いてあります。はい、まあ、見ればわかるんですけどね、まあ、微増ですね。再生数はまあね、60万回ぐらい伸びているのか。でもね、そろそろちょっともうピークを迎えつつあるのかなっていう、ちょっともうね、このチャンネルのパワーは落ちている落ちている感がありますね。まずこのチャンネル登録者数が、まあ、去年に比べるとちょっと少ない、同じぐらいなのかな、横ばいで。再生数はね、まあ、60万回なんで悪くはない、うん、再生数の伸びはそこまで悪くないけど、登録者がね、もうちょっと、本当はね、2023年の間に、登録者2万人行きたかったんですけど、ちょっと1000人ほど足りないんですね。1万9000人ちょっと超えてるぐらいなんで、超えたばかりだから、まあ、ちょっとね、もう1000人欲しかったなっていうところですね。で、クリック数なんですけど、まあどうなんですかね、この1年の平均クリック数、去年が 4.4% で、今年が 4.9% だから、まあ、ちょっとは伸びてんのかな、うん、クリック数っていうのはほら、皆さんがね、皆さんの YouTube のなんか見た時におすすめとか出てくるじゃないですか、サムネイルとかね、サムネイルのおすすめが出てきた時に、僕のもちろんその中にいくつか僕のサムネイル、僕のチャンネルのサムネイルが出てくるわけですよ。100人中、まあ、そのサムネイルが出た時に、その動画のサムネイルが出た時に、100人中、まあ、4.9人、今年は 4.9 人の人が僕の動画を選んでくれたってことですよね。まあね、クリック数 4.9 っていうのはね、あんまり、まあ結構ね、1年で400本近く今年出してるんですよ。400本ぐらい出したのかな。まあ、それで 4.9 なんで、それがいいのか悪いのかはちょっと分かんないんですけどね。まあ、いいチャンネルになるとね、ある程度動画出していても 10% 超えてきたりはするんでしょうけど、まあ、僕のチャンネルはこんなもんですね。大したことはないのかな。むしろ低いのかもしれないね。で、平均視聴時間ですけども、まあ、ここもちょっとね、弱いね。2022年は8分13秒だったのに対して、まあ、今年は動画の数が増えたっていうのもあるんでしょうけども、7分54秒と少し下がっている。ちょっとここら辺もね、平均視聴時間も伸ばしていかないと、広告収入にもね、直結するお話ですので、もうちょっと離脱されないような工夫が必要。まあ、広告を貼らないっていうのが一番いいのかもしれないですけどね。で、今年の広告収入なんですけども、このピンクの文字で書いてある通り、185万円。で、去年が167万円でした。約20万近く増えてはいるんだけども、微増ですね。再生数、まあ、チャンネル、動画、アップした動画の数が2022年よりは2023年の方が多いんで、1動画あたりの単価を考えるとですね、まあ、トントンといったところじゃないのかな。
落ち込んでもいないけども、増えてはそんな言うほど増えてはないと。で、やはりですね、去年と今年大きな違いは何かっていうと、この収益の1個上にある1再生あたりの単価ですよね。つまり、1回再生されると去年は 0.63 円、今年は 0.56 円だったわけですよ。ね、これが例えば同じ1万再生だったら、1万回再生されたら去年は6300円もらえたものが、今年は5600円しかいただくことができなかったってことになるんですよね。だからこの1再生あたりの単価が去年に比べるとね、随分でもないけども、ちょっと落ちてるのかなっていう、これはどうなんですかね。どうしてこうなっちゃったのかっていうのは、平均視聴時間がね、下がってるっていうのも関係してるんですよ。平均視聴時間が下がれば1再生あたりの単価も下がりますからね。例えばね、動画の中にはめちゃくちゃ低い動画が、平均視聴率が低い動画があるんですよ。例えば2分とか、2分とかね、3分いかないような動画になっちゃうと、1再生あたりもう 0.3 円いかないっていう動画もありますから、やっぱり平均視聴時間が下がったのが、直結してるのかな。でもね、平均視聴時間が高くても、あんまりこう、今年ね、1再生あたりの、こう、単価が上がってないんですよ。なので、おそらく YouTube 側サイドで単価を下げてるんじゃないかなって思います。去年よりは明らかにね、同時期の、同時期を比べても単価が低いんだよね。去年は結構高かった。0.63 円ですかね。平均が 0.63 円なんですよ。で、今年はすごく単価のいい年でやっと去年の平均なんですよね。すごく月でね、YouTube っていうのは1年で3月と12月が一番単価がいいんですよ。今年はその一番いい3月と、12月の単価が去年の平均ぐらいだったんで、だからやっぱりね、ちょっと単価そのものが落ちてる。だから平均視聴率云々で以前に多分単価が落ちているのかな。YouTube がそれだけ広告が取れなくなってきてるのかな。飽和を迎えているのかもしれないね。やっぱりいろんなこう TikTok とかいろんなこう、広告で稼いでいく媒体っていうのが増えてるでしょうから、これ以外にもね。で、企業も出せるお金は決まってて、パイは決まってますからね。広告料っていうのは、使える広告料っていうのは決まってるから、それがいろんなプラットフォームに分散して、今まではね、YouTube とかが一択、その昔はテレビがね、もう一択で、テレビがほとんど広告を牛耳っていたけども、YouTube が登場したことによって、だんだん YouTube にね、広告料が流れるようになってきたけども、でもそれ以外にも TikTok とか X とか、いろんなね、プラットフォームが、こう登場して、そちらにも広告が流れていくことによって、だから YouTube の広告収入、 YouTube がに流れる広告収入、広告っていうものがやっぱり減ったんじゃないのかなって思いますね。つまり去年よりは個人的な感触としては明らかに落ちてるんで、この先右肩下がりで先細りしていくのかなっていう、 YouTube ね。もうピークはもしかしたら過ぎているのかもしれませんね。と、こんな感じでね、なかなかね、やっぱり YouTube は難しいです。で、僕は185万円なんですけど、労力に見合っているかって言われてると、見合ってる、損益分岐、その、肉体的な労働、実際かかってる経費、経費あんまかかってないんですよ。映画見るときは映画のお金と交通費。あと、全く経費のかかってない動画もいっぱいありますからね。例えば、ドラマを見るとかね、ドラマとかのレビューとか、そういうのは全然お金かかってないですから、俺的映画速報とかね、そこら辺全然お金かかってないんで、時間だけなんですけど、その使っている時間で、その労力ですよね。あと、映画を見る費用とかを考えると、まずといったとこじゃない？お小遣い、お小遣いにしては多いよね。185万って言ったら、普通に成人のね、僕大人のお小遣いにしては多い。10、2、3万ぐらいになるでしょうから、
あ、お小遣いとしては多いかな。15万ぐらいになるのか？10万で120万だから、もうちょっとあるか。まあ、15万近くにはなるのかな。だからまあ、とてもじゃないけど、生活費にはなりませんよね、これ。これで生活して食べていくっていうのは無理ですね、これだけでね。あくまでも副業ですよ、副業というかね、お小遣い稼ぎですね。まあ、15万つってもね、まあ、お小遣いとしては悪くないけど、まあ、でもそんな言うほど、なんか、いい生活ができるね、っていうわけじゃないから、まあ、お小遣いとして、まあ、そこそこ潤、豊かなお小遣いにはなってるとは思うけどね。本当にお金持ちのお小遣いとしては弱いですよね。お小遣い、そうね、お金持ちのお小遣いとしてはちょっと弱いかな。庶民のお小遣いとしては強いけど、ってとこですかね。何でも買いたいものが買えるというものでもないからね。ちょっと贅沢したらなくなっちゃう？そうですよ。まあ僕は楽しんでやってるんで、労力とは考えていないんですけども、まあ、やりたくもないのにやって、このお金だったら、実はそんな映画好きじゃない。YouTube 作るのもなんか面倒で、映画も言うほど実は好きじゃないけど、映画じゃないと再生されないから、映画やドラマじゃないと再生されないからやってますっていう状況だったら、185万は全然見合ってないですね。全然見合ってない。この倍はもらわないと、とてもじゃないけどやらないですね。まあ、僕は映画見るのも好きだし、映画語るのも好きだし、まあ、編集も嫌いじゃないんでね。まあ、編集嫌いじゃないし、もう編集はもう本当手抜きも手抜きですけどね。だって、静止画で、ただ喋ってるだけだから。これね、やっぱね、僕がこのチャンネルを続けていられるのもそこなんですよ。手軽さがあるんですよね。ラジオ動画でしょ、基本的に。音声だけなので、ラジオ動画でやってるので、すごく楽なんですよ。まあ、動画となるとね、自分を例えばね、よく YouTuber の大半、まあ、映画系の YouTube の大半は皆さん顔出しじゃないですか。ね、顔出して喋ってたりするでしょ？あれ結構大変だと思うんだよね。身だしなみ。やっぱり身だしなみも大事だし、毎日同じ服装っていうのもあれですもんね。やっぱりファッションにも気を使わなきゃいけない。ね、髪型も整えなきゃいけないでしょ。やっぱり不潔、ね、不潔な動画見たくないですもんね。爪でちゃんと切って、洋服整えて、まあ、部屋でね、撮影するなら、それなりに部屋もね、お片付けしとかなきゃいけないですし。で、映しながらだと、まあ、目線の位置とか、あと台本読むわけにもいかないですからね。まあ、これも今、台本なしでこうやって喋ってるんで、まあ、僕もね、おそらく、喋るだけは多分台本なくても、このレベルで喋ることできるから、でもね、あとメモだけあればね、まあそれなりには喋ることは今もうできるようにはなってると思うんですけども、ただやっぱりね、顔出さないっていうのは楽ですね。顔出さないとね、何がいいかっていうとね、まず楽であること、そしてね、編集ももちろん楽ですよ。で、圧倒的にマシンにスペックが必要ない。だってもう最低限の画像を載せてるだけなんで、いわゆるするに画像クオリティを上げる必要ないんですよね。一応フル HD 画質にはしてますけど、別にそれもする必要ないぐらいだよね。だから書き出しとか、動画に動きがないんで、編集ソフトもめちゃくちゃ早いんですよ、書き出しとか。すごく早いのね。だからまあ、お手軽ではあるんですよ。だいたいこんな1時間半、もう1時間半ぐらい喋ってるんだけど、多分この動画も、僕のパソコンね、ゲーミング PC なんですけど、それで書き出せば、多分10分くらいでいけちゃうんじゃない？ 10 分くらいで多分、フル HD で、10分くらいでね、いけちゃうと思うんで、まあ、あとアップするだけですからね。めちゃくちゃ楽ですけど、と、まあね、YouTube はね、なんか、ちょっと怪しくなってきたね。伸びてく、2年前、3年前はこれから YouTube は伸びていく、3、ね、伸びていくみたいな勢いありましたけど、なんかこのデータ見る限り、まあ確かに去年ぐらいまではね、ああ、僕の、データ伸びてってたんですよ。収入とかもね。
まあ、例えば2021年って確かね、70万円ぐらいだったもんね。70万か80万円ぐらいだったんですよ、2021年って。で、2022年はもう倍でしょ。でも2023年はもう微増ですもんね。なんかちょっとね、行き詰まった感もちょっと、煮詰まるじゃないな、行き詰まりですよね。若干ちょっと行き詰まり感が出てるかな。で、最近やっぱりね、伸び方もね、なんかちょっとこう微妙になりつつあるというか、まあ見てくれてる方はね、熱心にちゃんと見てはくれているんですけど、いやー、でももうちょっと、ここら辺がピークなのかなとなるとちょっとモチベーションあんま上がらんくなっちゃうかもしれないね。再生単価がね下がるとちょっとやっぱりモチベーション下がっちゃうよね。まあ、お金って結構重要なんだよね。好きでやってるとはいえ、こういうふうにお金が絡んじゃうと、やっぱお金の増減によってモチベーションってめちゃくちゃ変わりますからね。じゃあもし、じゃあ明日からね、広告収入つきませんって言ったら、これやるかっつったら、ちょっと自信ないね。時々ほら、収入剥奪されちゃう人いるじゃないですか。あれなんかね、切ないよね。あれやられたらちょっと自分はもう YouTube はやらないかもしれないね。映画見たりとか感想とかどっかで述べると思うんだけど、だったらもっと簡単なとことかね、お手軽なとこでってなっちゃいますからね。はい、まあ、そんなとこですかね。というわけでね、まあ、ちょっとグダグダと、もう台本なしでアドリブで、まあこうぶっちゃけてるね、雑談してますけども、まあ今年はこういう雑談動画なんかもね、上げていくのもいいかもしれないね。だ、皆さんのやっぱりコメントで皆さんの考えとかも聞きたいし、まあ特に今回のエンドロール最後まで見るかとかね、映画にリスペクトなんか、リスペクトするかとか、するべきかとかね。そういうのもちょっと聞いてみたいなとは思いますしね。まあ、あと、どうですか ?YouTube 始めてみようなんていう人もいますかね。どうです、これ見て。これでもかなりね、あれですよ。僕 YouTuber ってたくさんいますけど、多分僕一握りの YouTuber だと思いますよ。その上位一握りの YouTuber だと思いますよ。だって YouTube で収入年間100万円上げてる人ってもう 1% どのぐらいいるんですかね。あの YouTube のだけで収入をね100万円上回ってる人って、もうほんと数パーセントぐらいしかいないんじゃない。ねえ、これ一握り、まあトップとは言わないけども、かなりマシな方ですからね。これでかなりマシな方ですよ。で毎日のようにね動画上げててこれですから、まあ難しいですね正直作家的に言わせていただくと、例えば連載小説の方が圧倒的に儲かりますね。連載を1本持ってた方が圧倒的に楽だし儲かりますね。YouTube が楽かっていうと、まあ今の僕のこの現状では言うほど楽ではないかな。でも例えばじゃあコンビニでバイトするとか、肉体労働ですよね。コンビニとかファミレスとかで肉体労働としてバイトするよりははるかにこちらの方が楽だし、いいと思いますね。あの交通時間ね、行き帰りの時間がかからないっていうことを考えるとね、まあ、映画館にはちょっと行き帰りかかるけども、まあ、そうじゃなくてそれ以外でね、あと人間関係ですよね。例えばほらバイト先でパワハラセクハラなんてことをね、ないとは限らないじゃないですか。まあ、そういうのを考えたらね、かなりお気楽極楽だし、自分の好きなように自分の好きなタイミングでできるし、やりたくなきゃ休むことだってできるし、まあ、そう思うとね、
YouTube いいと思いますけどね、副業としてはすごくいいと思うけども、ただなかなかね、1000人超えなきゃいけないんですよ。まず収益を得るためには1000人と直近の、なんだっけ、3000時間とか4000時間ですよね、それを超えないといけない。まあ時間はねなんとかなると思うんだけど、1000人がなかなかね難しいんですよね。あ、ちなみにね、僕のね、セカンドチャンネル、サブチャンネルの印税生活チャンネルですけど、あれ1000人超えたんですよね。最近2年ぶりぐらいに動画ずっと放置してたんで、なんか放置してたら1000人いったんですよ。だからちょっと2年ぶりぐらいに動画上げたんですけどね。でもね、収益化できないんですよ。1000人はいったけど、視聴時間、ここ、しばらくの1年以内なり半年だか1年以内の視聴時間が全然届いてないんで、だから新しくね、また動画作っていかないと収益化できないんですよ。だからちょっとね、印税生活チャンネルの方も、動画作ってアップしていこうかななんてちょっと思ってます。はい、まあ、そんなとこですかね。長々とお話ししてしまいましたけども、まあ、今年もよろしくお願いしますよね。いやー、今年はね、作家活動もちゃんとやっていこうと思うんで、でも映画はね、やっぱちょっと見ていきたいな。なんか映画レビュー以外で例えば質問とか何かありましたら、雑談にね取り入れてほしい何かがありましたらね、ネタとかがありましたらコメント欄に書いていただけますかね。質問でも何でもいいんで、はい、その質問に今後答えていくって形で不定期で、ね、雑談コーナーやろうかななんて思ってます。まあそんなことで、今日はここまでにしときましょう。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。